2021年、活躍した、グッズですね、何でもベスト10ということで第6位までご紹介しました。ということで今回は、第1位から第5位までの発表になります。第5位、こちらガーミン機器ですね。ガーミンフォース、モーターと、もちろん魚探、僕使ってるのは GPS マップというモデルなんですけど、もちろんねライブスコープ、魚探して、魚それ、ね、ルアーで釣れるみたいなのももちろんあるんですが、やっぱり一番あのためになったのはどんな生態なのか、どんなことを考えてどんな、ね、動きをしているのかっていうのは今までこう釣れた結果、ね、もしくはまあサイト、基本的にはでも釣れたことからしか考えられなかったんですね、基本的には。なんですが、やっぱり魚が、ね、釣られる以前にどういう動きをしているかっていうのを、すごい教えてくれた機会になります。なんでね、今までこう、ね、釣れたことから想像してこんな感じかなこんな感じかなって、考えてたんですが、結構ね違うこともありました。なんでね、まあ、釣れる釣れないに関わらずそこが知れたっていうのはすごい、興味の湧くことで、すごいためになったなというのが今の実感です。まあね、まだまだ全然あの、ね、100% 使いこなせるかっていうとまだ半分にもこう満たないようなまだ僕のレベルだとは思うんですけど、まあ、それだってもすごいね超過に直結することもあれば、それ以上にねこう面白いことっていうのが、増えました。なんでさらに一層今までよりこう釣りに行きたいというか、ね、知らなかったことがどんどん毎回ね発見があったりするんで、とても面白いためになる機器です。はい、ガーミン機器が、第5位。はい、第4位、ドゥルガ。まあサスペンドとフローティングがあるんですが、まあ両方使ってます。特にこのカラーはねもうだいぶ薄くなっちゃってローリングマークもついちゃってる HF ワカサギ、これがお気に入りなんですけど、まあどこ行っても釣れました。やっぱりサイズもちょうどいいし飛ぶしアクションもめちゃめちゃいいしね、暴走リザーバーもそうだし他行っても、とてもよく釣れましたので、もう文句なしですね。文句なしの、第4位、ドゥルガです。第3位、BLX の SG681ML スラッシュ MHFS です。パワーフィネスロッドではあるんですけど、まあ、もちろん今ついてるスモーラーバーも、ね、タッカーもそうだし、カバーネックもそうだし、特に西の方行った時にはこれでね、ドライブシャットをフルエントしたり、まあ、霞でも使いましたね。ドライブスティックも投げたりということで、すごい活躍してくれた一本です。すごいパワーあるにもかかわらず、先っぽがね、しっかりこう曲がって投げやすくてアクションもさせやすいというところで、パワーフィネス、ね、今までガシガシの結構使ってたんですが、こんな感じのしなやかなね、曲がるロッドもとってもいいなということで、第3位ですね。惜しくも第2位、もう競技の結果ですね、アサヒ極み微糖、こちらになります。いつもね朝ゴミに行って、いろいろ迷うんですけど、結局ね、これになっちゃいました。釣りのお供です僕にとってね。これないと大変だよ多分ね。そわそわしちゃう、ずっと飲んでる。廃盤になったら俺どうしようかな。はい、それぐらい毎回ね、釣りに連れてってる、コーヒーになります。はい、ホットでもコールドでもとっても美味しい、コーヒーなので、まあ飲んでる人も多いですけどね、ぜひ。はい、はい、ということで栄えある1位です。じゃーん、ドライブビーバーマグナム。はい、もうねロケも取材も、プライベートもめちゃめちゃ2021年釣りました。まあ、とはいえ本数で言ったらね何本ぐらいかな、25本ぐらいかな、多分そのぐらいだと思うんですけど、ただトップ10、10本の総重量20キロなんじゃないかな。多分50アップそんぐらい釣ったし、1キロ後半も多分そのぐらい釣ってると思うんで、
多分そのぐらいの、ウェイトがいったルアーになります。もうねメガバイト一番そこかな。このルアー使ってドキドキしちゃうのはやっぱりバスが本気で食ってクイックイ持ってくところをもうカウンターパンチのように力任せにフッキングするっていうのが今年最高にテンション上がった瞬間でありました。はい、本当はねもうなよく釣れるから本当は言いたくないです本当にね、まあ、もしこれを見て、来年、まあ、冬ね早春とか多分また連れてくると思うんで、またね、この動画を見て気になった方は多分いいことあると思うのでぜひ使ってみることをお勧めします。そうと思わない人は別に僕は使わなくていいんじゃないかなと。僕の取り分が減っちゃうからねということで、第1位は、グラビーバーマグナムでした。はい、はい、ということで2021年、いろんなグッズに助けられて、バスフィッシングをこう楽しんでくることができました。ご紹介したアイテムはまた、来年も、ね、引き続き活躍してくれることと思いますし、また、ね、何か新しいアイテムが、ね、出てくるんじゃないかと。まあね、バス釣りいろんな道具使う楽しい、釣りなので、まあ、そういう、ね、アイテムも注目して、釣りを楽しんでいくといいと思いますので、ぜひ、来年も、頑張っていろんなものを発掘していこうかと思います。